はい、皆さんこんにちは、こんばんは、市民数の推しです。で今回は面積比のところですごく病問的な問題ですので、皆さんと一緒に解いていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はじめ合同三角形が出てます。例えばここが対頂角ということが分かっています。そしてこことここが110度だということが分かるので、どういう角ね、平行なのでってことは、ここの角度が180度から110度ってばいいので70度だということが分かります。すると長さ一緒、角度も一緒で、角度も一緒っていう形で、両端と、まあ、その一つの辺がそれぞれ等しいって形で、三角形 EPR と三角形 BDR は合同な三角形だということが分かります。またこれが平行だっていうところから、ここが一体ルート3の長さだということが分かります。この時に、まあ、平行というところから面積比ですね、この三角形とここの三角形というのは、相似の三角形になります。だから相似だというところから辺の比の2乗というのが面積比になります。ということはここを1の2乗なので1の面積、そして、ルート3の2乗なのでこれですね、これが3の面積だということが分かります。そしたら1から3を引けばここの面積というのは2の面積だということが分かりますね。この時にここの三角形とここの三角形は合同三角形だということなので、この三角形も2の面積だということが分かりますね。この三角形、ここの三角形も2の面積だということが分かります。さあ1対2と出てきました。そしたらその次はここを高さ共通で考えていくんですね。ただ面積比1対2であれば、辺の長さ、面積と辺の長さが一緒だということが分かるので、2対1だということが分かります。ということなので、今回は OQ 対 OE なので1対1たす2なので3だということが分かり、 OQ 対 OE は1対3が正解となります。今回は面積比のところがすごく大事なポイントでした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。